最初のゲームと同時に2人とも蹴りを出したので今すね同士が当たったような形になりました。そこから岡崎耳を当てていきます。左ミドルキックで動きを止めてさらにミドルを狙ったが、かわした和樹にフロントキックからホールに行きます。さあこの2人がぶつかるとなかなか迫力がございます。第3試合思わず場外に逃げた和樹を中森が追ってエプロンを走っての顔面の2位アタック。先制は中森と言っていいでしょうか。ああ花屋敷のこの客席に投げ捨てております。さあこのまま外に出てってしまったらちょっとまずいことになります。路上プロレスになってしまいますので外に行くことは避けていただきたい。まあ以前別の団体でこの外の方で対戦しているときに上にビョーンって行くやつとかあるいはなんか乗り物に乗ったりとかしているそういう場面がございましたが、さすがにそこまで行ってしまいますとお客さんが見ることができません。場外乱闘からリング内に戻りました。中村と和樹ガラキの背中に思いっきりローキック、そしてにやりと笑う。今度は正面からローキックランニング PK ホールに行く。カウント2、トップロープにカズキを固定してミルの連打です。こちらカズキは膝を多用いたします。まあ、なかなか中森花子もこういった体格でございますのでこういった打撃を有効に活用していった方が勝機は巡ってくるでしょう。ニードロップもこれもボディ、どちらも2位の使い手です。カズキの得意技デスバイロデリック、これは2位を使った技、そして中森のディスミハンマーを使います。エンズイ2位を使います。さあどちらの2位がこの試合を制すでしょうか。ステップオーバートーホールドウィズフェイスロックスティーフリング中央で決めます。カズキこの大会は、先ほども申しました通り中島梨沙選手がアメリカ遠征のため欠場となっておりますので、やはり中島不在の大会で一番目立たなければいけないのはそれこそ MVP を取るぐらいの、ものを見せなければいけないのはやはり中森花子ではないでしょうか。まあ、もちろん他の選手もね、それに負けないものを狙っているとは思いますけども、立場的にやはり中森花子今最も中島梨沙に肉薄しなければいけない立場にあると思われます。ですのでこの試合和樹に勝つのは必要最低条件、そこにプラスして内容でこの日一番のものを見せられるか否か。この日はシングルマッチが4試合続きます。そのうちの3試合目中森花子と和樹、この後コマンドボリショイと勝間奈美のシングルマッチが控えております。しかしその中森の動きをボディシスラスで止めているのが和樹、この辺はローパイ。固めますがこれは中森の足がロープにかかりました。グレーのイメージがあります。すぐさま立ってストンピングで追い打ちをかけます。カズキカウンターのフライングネックブリカードロック、
今年7月24日に夏の恒例の後楽園ホール大会を控えております JYP 女子プロレスですが、今のところ決定分カード中島梨沙、藤本司、高橋の名前、よしこ、そして新の町コマンドブルーシャイ尾崎真由美と、この2試合が発表されております。和樹、そしてこの中森花子、まだ後楽園のカードが決まっておりません。後楽園に向けて一体どのようなアピールが今後されていくのか、大場所の後楽園ホール注目されるようなカードに入りたいところです。それにはこういった下町一つ一つこれが実績となってまいります。串刺しのフロントキックで逆襲に転じます。中森花子はさらに対角線上のフループ、もう一発、これはかわされてしまった。至近距離から2、どんなに攻められていても前半から集中的に膝を入れているこの土手っ腹ボディですね、ボディに膝を入れるとそれまでの劣勢も止めることができる。前半のうちに 下ごしらえをしといて、こういったところにつながってまいります。和樹の攻勢、しかしどんなにボディをやられてもこの足でフロントキック顔面を蹴り上げて、和樹のペースから自分のペースに変えようとしております。中森花子コーナー最上段、ミサイルキックを炸裂させる。さらにフロントキック、喧嘩キック、喧嘩キック、間突、和樹のスリーカウントを余裕に許しません。しかし今の流れが変わったでしょうか。先ほどまではボディを集中的に攻められておりました中森花子がフロントキックの連打で流れを変えて、レクイエムドライブを今狙いましたがディフェンスされます。まだ相手のダメージが足りない。おお、これもカウンターの2。担いだぞ担いだぞ、ここからロデリックに行くのか、いやコーナーポスト2段目、セカンドロープに中森を寝かせて、そして自らはトップ、あーそのまま両膝を落としました。終わりだと宣言、何を出す、これもまた膝でしたがカウント2。リバーススプラッシュ式のダブルミードロップからファイアマンズキャリーで担ぎ上げて後ろに持ってきました K クラッシャー、旋回式 S クラッシャーからホールクカウント2。徐々に自分の得意技を出してまいりました和樹。さあこの和樹のペースから脱出することができるのか、中村花子自分が反撃しなければこのままズルズルとやられてしまいます。しかしここはニードロップ、さらに K クラッシャーと大技を食らっておりますので、これを流れを変えるにはやはり自身の大技を狙わなければいけないでしょう。しかしそれを和樹が許さない。ダイビングニーアタック、中丸のお株を奪うかのようなダイビングニーアタック、これで動きを止めて再びコーナー最上段に登ります。しかし中丸が蘇生する、ガラ空きとなった頭部にハイキック、そして式ブレンバスターを狙えた、流れ式フィッシャーマンバスターになった。そしてシャイニングウィザードガウント2です。今度は中森に勝機が訪れたでしょうか。和樹の動きが止まっている。レッグエムドライバーを狙う、それをしのいでファイヤーマンズキャリーで担ごうとして、おっと顔面を思いっきりハイキック、ジャンピングハイキックが決まった。エンズ入れはなく顔面を捉えた。
これは前のめりダウンした和樹、すごい音がいたしました。あ、それでも稼ぎ上げる。あー、デースバイロドリック決まった。しかしフォールに行けません。その前のダメージがあるのでしょう。和樹がフォールに行けない。両者ダウンです。さあデスバイロドリックを決めた和樹がフォールに来たいところですが、自らもすぐには動けない。先にどうやら攻撃を仕掛けるのは中森の方。座り込んだままのエルボー合戦。顔は腫れてない模様ですが、記憶が飛んでなければいいですけども、記憶が飛んでいてもレスラーはこのように本能で動き続けることがあります。どうなんでしょうか、和樹意識ははっきりとしているのか。中森も容赦なくまだ打撃を出していきます。それに膝で応える和樹。右に寄る和樹の胸板へ。うわ、こちらも荒れ狂ったように膝を顔面に連打。これに怒った中森もヘッドバックでやり返す。さあエキサイトしてまいりました。二人とも意識して、エキサイトしてまいりました。バック取った。おー、東京のヘッドバック。またしても顔面を蹴り上げた。動きが止まった。ふらつく右ハイキック。倒れる倒れる。さあ巨木が崩れるかのように和樹が倒れたが、なんとカウント2で返す。今の右ハイキックがジャストヒットしてぐらりと倒れましたが、それでも和樹は3カウント許しません。記憶は飛んでおりません。意識はしっかりしております。さあレクイムドライバー、フィッシャーマンバスターのように今は叩きつけましたが、これもカウント2。粘ります。和樹このあたりはさすがです。あれほどの強烈な打撃を2発も叩き込んでいながらスリーカウントが取れない。リスニーハンマー、これはかわされた。テイクドロップキックで吹っ飛ばすジョン・ウーのようになりました。さあ串刺しのニードロップ、ダブルニー。まだ動けるカズキ、なんたらタフネス。ダイビングダブルニードロップ、ぐさりと前半しっかり攻めておいたこのボディに炸裂。しかし中森も意地がある。自ら MVP 投票お願いしますと言っといて負けるわけにはいきません。中森花子白熱してまいりました。第3試合どちらが勝つかまだわからない。どちらもダメージは大きい。そして一発ヒットの技をどちらも持っている。再び担ぎ上げる。さあキークラッシャーを着地して丸め込む。これもカウント2。すぐさま後頭部へロールキック、振り抜いた。しかしこれも右肩上げます。勝負に出るぞ中森が。勝負に出る。レッグイームドラム行かせない。コードブレイカー、倒れない中森。その右ハイをかわし、さあアラバマ戦だったらフォール。これもカウント2。そしてファイアマズキャリーから今日2発目のデスパイロドリック。さあ中森返せるか。右足を動かしているが肩は上がらなかった。体が動きませんでした。返す気力はあったんですが体が動きませんでした。最後、いやあれほどの打撃を顔面に食らいながら和樹よくぞ勝利に持ち込みました。これは立派ですね。14分17秒の激闘、デスバイロドリックからの片指固めで和樹が中森花子からピンフォール勝ちです。でも稼ぎ上げる。あー、デスバイロドリック決まった。しかしフォールに行けません。その前のダメージがあるのでしょう。和樹がフォールに行けない。両者ダウンです。
さあデスバイドロドリックを決めた和樹がゴールに来たいところですが、自らもすぐには動けない。先にどうやら攻撃を仕掛けるのは中森の方、座り込んだままのエルボー合戦。顔は腫れてない模様ですが、記憶が飛んでなければいいですけども、記憶が飛んでいてもレスラーはこのように本能で動き続けることがあります。どうなんでしょうか、和樹意識ははっきりとしているのか。中森も容赦なくまだ打撃を出していきます。それに膝で応える和樹、カズキの胸板へ。うわ、こちらも荒れ狂ったように膝を顔面に連打。これに怒った中森もヘッドバットでやり返す。さあエキサイトしてまいりました、2人とも意識し、エキサイトしてまいりました。バック取った、おー、東部のヘッドバット。またしても顔面を蹴り上げた、動きが止まった、ふらつく、右ハイキック、倒れる倒れる。さあ巨木が崩れるかのように和樹が倒れたが、なんとカウント2で返す。今の右ハイキックがジャストヒットしてぐらりと倒れましたが、それでも和樹は3カウント許しません。記憶は飛んでおりません。意識はしっかりしております。さあレクイエムドライバー、フィッシャーマンバスターのように今は叩きつけましたが、これもカウント2。粘ります、カズキ。このあたりはさすがです。あれほどの強烈な打撃を2発も叩き込んでいながらスリーカウントが取れない。リスニーハンマー、これはかわされた。テイクドロップキックで吹っ飛ばすジョン・ウーのようになりました。日差しのミニドロップダブルに、まだ動けるカズキ、なんたらタフネス。蹴りを出したので今すね同士が当たったような形になりました。そこから和樹にを当てていきます。トヨタ氏左ミドルキックで動きを止めて、さらにミドルを狙ったが、かわした和樹にフロントキックからホールに行きます。さあこの2人がぶつかるとなかなか迫力がございます。第3試合、思わず場外に逃げた和樹を中森が追って、エプロンを走っての顔面の2アタック。先制は中森と言っていいでしょうか。ああ、花屋敷のこの客席に投げ捨てております。さあこのまま外に出てってしまったらちょっとまずいことになります。路上プロレスになってしまいますので、外に行くことは避けていただきたい。まあ、以前別の団体でこの外の方で対戦しているときに、あの上にビョーンって行くやつとか、あるいはなんか乗り物に乗ったりとかしている、そういう場面がございましたが、さすがにそこまで行ってしまいますとお客さんが見ることができません。場外乱闘からリング内に戻りました。中村と和樹、ガラキの背中に思いっきりローキック、そしてにやりと笑う。今度は正面からローキック、ランニング PK ホールに行く。カウント2。トップロープにカズキを固定して、ミルの連打です。No!
ちら和樹は膝を多用いたします。まあ、なかなか中森花子もこういった体格でございますので、こういった打撃を有効に活用していった方が勝機は巡ってくるでしょう。ニードロップもこれもボディ、どちらも2位の使い手です。和樹の得意技デスバイロデリック、これは2位を使った技、そして中森もディスティニーハンマーを使います。エンズイ2位を使います。さあどちらの2位がこの試合を制すでしょうか。ステップオーバートーホールドウィズフェイスロックスティーフリング中で決めます和樹。この大会は、先ほども申しました通り中島ありさ選手がアメリカ遠征のため欠場となっておりますので、やはり中島不在の大会で一番目立たなければいけないのは、それこそ MVP を取るぐらいの、そのものを見せなければいけないのはやはり中森花子ではないでしょうか。まあ、もちろん他の選手もね、それに負けないものを狙っているとは思いますけども、立場的にやはり中森花子今最も中島ありさに肉薄しなければいけない立場にあると思われます。ですのでこの試合和樹に勝つのは必要最低条件、そこにプラスして内容でこの日一番のものを見せられるか否か。この日はシングルマッチが4試合続きます。そのうちの3試合目中森花子と和樹、この後コマンドボリショイと勝間奈美のシングルマッチが控えております。しかしその中森の動きをボディシスラスで止めているのが和樹、この辺は老廃。固めますが、これは中森の足がロープにかかりました。グレーのイメージがあります。すぐさまタップをストンピングで追い打ちをかけます。カウンターのフライングのプブリカードロップは今年7月24日に夏の恒例の後楽園ホール大会を控えております JYP 女子プロレスですが、今のところ決定分カード中島美沙、藤本司対高橋の名よしこ、そして渋野町コマンドブリショイ対尾崎真由美と、この2試合が発表されております。和樹そしてこの中森花子もまだ後楽園のカードが決まっておりません。後楽園に向けて一体どのようなアピールが今後されていくのか。大場所の後楽園ホール注目されるようなカードに入りたいところです。それにはこういったシングルマッチ一つ一つこれが実績となってまいります。串刺しのフロントキックで逆襲に転じます。中森花子はさらに対角線上のフループをもう一発、これはかわされてしまった。至近距離から2位、どんなに攻められていても前半から集中的に膝を入れているこの土手っ腹ボディですね、ボディに膝を入れるとそれまでの劣勢も止めることができる。前半のうちに 下ごしらえをしといてこういったところにつながってまいります和樹の防御。しかしどんなにボディをやられてもその足でフロントキック顔面を蹴り上げて和樹のペースから自分のペースに対応としております。中森花子コーナー最上段ミサイルキックを炸裂させる。さらにフロントキック喧嘩キック喧嘩キック間突カズキのスリーカウントを容易に許しません。しかし今の流れが変わったでしょうか。先ほどまではボディを集中的に攻められておりました中森花子がフロントキックの連打で流れを変えてネクイエムドライバーを今
狙いましたがディフェンスされます。まだ相手のダメージが足りない。おお、これもカウンターの2。担いだぞ。ここからロデリックに行くのか。いや、コーナーポスト2段目セカンドロープに中森を寝かせて、そして自らはトップ、あ、そのまま両膝を落としました。終わりだと宣言。何を出す。これもまた膝でしたがカウント2。スプラッシュ式のダブルミードロップからファイアマンズキャリーで担ぎ上げて後ろに持ってきました。 K クラッシャー、旋回式エースクラッシャーからホールクカウント2。徐々に自分の得意技を出してまいりましたカズキ。さあ、このカズキのペースから脱出することができるのか。中村花子、自分が反撃しなければこのままズルズルとやられてしまいます。しかしここはニードロップ、さらに K クラッシャーと大技を食らっておりますので、これを流れを変えるにはやはり自身の大技を狙わなければいけないでしょう。しかしそれをカズキが許さない。ダイビングニーアタック、中丸のお株を奪うかのようなダイビングニーアタック。これで動きを止めて再びコーナー最上段に登ります。しかし中丸が蘇生する。ガラ空きとなった頭部にハイキック、そして流し切りブレンバスターを狙えた。流し切りシャーマンバスターになった。そしてシャイニングウィザードガウント2です。今度は中森に勝機が訪れたでしょうか。カズキの動きが止まっている。レッグエムドライバーを狙う。それをしのいでファイアーマンズキャリーで担ごうとして、おーっと顔面を思いっきりハイキック、ジャンピングハイキックが決まった。エンズ入れはなく顔面を捉えた。これは前のめりダウンしたカズキ、すごい音がいたしました。あー、それ